まいりました。ゴールデンウィーク一発目の放送でございますね。はい、五月一発目でございます。いや、無言で行こうかなと思います。そんなわけじゃないからね。びっくりします。よそうそう、味方をね、こうね。あのう、味方に打つっていうのはいつも通りでございます。ありがとうございます。え五月の三日ですね。今日は、緑の日。かな。え。今日は。憲法記念日。 でございますよ。はいはい。ええまあねえ変わらずええお仕事の皆さんもいらっしゃいますのであのその方たちも本当非常にねはいエールを送りながら今日もやりたいそうですね。まあカップル家族でドライブしてる人もいるとは思うんですがね。そうですね。はい。仕事が大変ということでね。まあ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 飲食店はねどうしてもねゴールデンウィーク休んでられないですから。さあじゃあ皆さんタイトルコールでございます。はい。熟成少年よろしくお願いいたします。ありがとうございます。はい。芸人でございますね。ありがとうございます。はい。芸人じゃないよ。はい。 あのー、ゴールデンウィーク、まあ本当にね、はい、あのー、始まりまして、今回はちょっと長いゴールデンウィークなので、今がやっと中盤戦から、そうですね、まあ長い人で29日からですか、先月の4月の29日から休んでる人も多いってことだよね多いんで、10連休ぐらいになるんですかね、多分ん、すごい、ねはい、もうそんなに休んだらね、本当ですよ、ね、仕事始めは、多分とんでもないことになるんだろうけどな、これはね。 いやいやいいろいろございますからね、はい、今日もあのー、ゴールデンウィークでね、パンチの効いた皆さんのお話がございますの、ね、で <laughs> <laughs>、えー、そんな喋りたいなと思うんです、はいあのー、今ね、ちょっとあの裏で、あのー、じゃあ動画流しながらやってるんですけど、はいあのー、僕が、まあえー、週末ですね、あのー、出店させてもらってるあの、リュ琉クゴールデンキングス、そうですねは、これがアウェー戦で、えー、今日は沖縄では、沖縄市でやってないんですけれど えー、バスケットの試合を、えー、今、ライブでちょっとあの見ながら、ね、き今日はやりたいと思います。えー、なんせ、次の5月の6日、7日で、えー、B リーグ、はいえー、バスケットの方です、ね、最終試合ですから、あのホーム戦がですねあ、本当にもう手に合わせる、ね、今、2位とか3位とか、もうねプレーオフぎりぎりのところをね、上下してる、まあ、ただ、自力の方がなくなりまして、うん、自力のこのね、勝てるよっていうのがなくなりまして、もう人に、あ大丈夫お、勝てばいけるらしい。ああなるほどじゃあこの この遠征で勝利をしなきゃいけないわけですね、もう的に全部勝たなきゃいけないっていうこあの手に当たるに、たくさんビールを飲もうというところでね、え今日はだから名古屋、名古屋ですかね、これね、今が31対28というところでね、まあまあ、後半でございます、逆転できるかできないか、まあできるでしょうね、3点は誤差でございます、キングス、こんなこと言ったら悪い癖がありまして、常にドラマチック展開を。 もう勝てる試合、いわゆるこのね、あるんですよ、バスケット、サッカー、ありますね、格上、格下、はいはい、あります、ね、あるんですけれど、うんえー、格上、格下関係なく、第1、第2、第3クオーターをちょい勝ちで進んで、ぎりぎり第4クオーター前半ぐらいで、はい、めっちゃ離されるやばい、やばい、やばい。 これ負けるんじゃないか、10点差ぐらいから劇的に追いつくっていう方向性をね、毎回毎回やるんでね、もう完全にプロレスの世界でございますよ、初心者の僕が見ていたね。まは、それは完全延滞で、お出てきましたね、順位表、西地区、ゴールデンキング3位、おまだプレーオフというものがございましたこのバスケットはですね、また、ゲーム差1.0ってことですよ、これね、まだ価値はいい。はいいねがただ周り 多分まためっちゃ勝ったりめっちゃ負けたりするまた変わるかもしれない今大阪あ、今日、今日があこの名古屋ですね、はいはい。大変でございますよね、本当ね。多いですね。あのー、これがめちゃめちゃね、またこの話されてるとかだとね、はい、あれなんですけども、うん、本当にバスケファンのね、毎回この来てくれる3000人の方々に関しては、はいあのー、非常に熱い思いを持ってらっしゃるんでね、うんえー、飲食店をやりながら、思うわけですよ、あのー、1階でブース出してます。 沖縄市体育館というところで毎回やってるんですね 1>、はいえー、1階、2階がございまして、大体3000年ぐらいが入るっていう体育館なんですけ、はい、えー、僕らは1階の、えーまあ、入り口入って、ちょっとすぐのところにね飲食店が並んでいるところのまあ真ん中ぐらいで、ちっちゃい店も構えさせてもらいます。はいろんな店舗さんがあって、えーまあ、一番長いのだと、トルティアファクトリーっていう名前で、ねオブリガードさんっていう、えー、茶壇に今、3店舗ぐらいもあったのかな。 最近、業態変更していろいろ変わったんですけど、はい、あのホットドッグ屋さん、長いところがありまして、うん、でまあ前節ぐらいまで出てたのかなえやっぱりね応援団長として有名だったのは大谷さん率い,ているえスワンですねえ焼き鳥スワンってい泉崎の今は地鶏の開発で福行地鶏っていうねえ沖縄の地鶏を開発するって言ってまあえ3年4年ぐらい前からやってんのかな。 えそれが今、非常に大成功しましてですね<ー>、えキングスえはちょっとお休みしてね、多分そっちをやってるという、うん、なるほどそういう店舗さんがいろいろいる中で、一角あの今、名前のない店舗で、冷たいカレー売ってるわれわれなんですけど。<laughs> <laughs> 冷たいカレーってなんか語弊があるじゃないですか冷やしカレーというので冷たいカレーってなんかここ最近は冷たいカレーよりあったかいカレーに本気を出しているんでねこんなこと言ったらあれなんですけどまだ作りながら作りながら開発途中なんであったかいカレーの原価がバカ高いのでぜひ食べてほしいんですけど逆にねこんなこと言ったらですけどめっちゃ手間かかってるしめっちゃ材料費かかってるからそこそこうまいんだけどね あのやっぱり彼は彼なんですからね、ほどほどに売れるっていうところでございます。はいえー、そんな中で、ね、こうやってるんですけども、えー、1階はビップ席なんですよね、キングスね、うん、いわゆるこの年間の、えー、購入、チケット購入をしたいわゆるその、ねえー、お仕事上、あのーまあ、時間も取れる、はい、お金もある、はい、羨ましい。 っっていう人が、ね <laughs> えー、たくさん座まあまあまあ、えー、僕にとって羨ましい限りですよね。ねプロレスでいうと、このリングサイド席ですよ、ねはいえー。審判の後ろとかね、選手の監督の後ろ横っていうところであるんですけど。はいはいはい、まあ、俗にうプレミアム席ってやつですよね。そこがまあ3列ぐらいで、まあ、そこで1階で見てらっしゃる。はい、で2階は学生さんとかが 入れるようになってまして、招待席なんかもね、1回、2回なんかに振り分けながらあるのかな、あるんですね、そうそうそう、近くの近隣高校のですね学生さん、バスケットボール、なるほど、学生さん多いんですか準備を手伝うという名目でね、手伝っていただいて、その後はもう試合観戦でね、プロの技術を見ると、そういう流れのね、土曜、日曜なんかの連戦になってます。このキングス あのー、本当に結構、最終戦なんですけど、まあ、結構3000人ぐらいずっと入ってて、はいえー、顔ぶれがこの3000人よたぶん人ぐらいは毎回変わりませんと、これは年間シートの買ってるお客様のね、うんえー、あれなんですけど、店舗も、えー、僕ら飲食店やってるんで、5000、まあえーまあ、5、6店舗あるのかな、常連さんも固定化してます。 つまり、店舗が邪魔、ね、1、2、3、4、5ってあったら、はい、お客様もこれはここで買う、これはここで買うがルーチンになってまして。あなるほどですね。各店舗全部同じなんですよ、うん、ビールとかはもう、ねうん、同じ値段で売ってるんですけど、まあ、ちょっとグラスのサイズが違うくらいで、はい、まあ本当に誤差なんですけど、えーまあ、そんな中、常連さんはね、えー、来てくれるわけですよ。例えば A の常連さん。はい、はい、あのー 毎回、あのー、うちの働いてる女の子がいるんですけど、はい、女の子にちょっとこう、きょうもかわいいねって言って、それはあの完全にナンパですか <laughs> なんならスケベ親じゃない、ですかも僕の口からありがたい常連さんだって、そんなことはとても言えないんですけどね。 それを餌にやってるわけですよね,ね、あのー。大学1年生、ピチピチの、ね、モデルの子ですから、非常に、ねあのー、見た目は可愛らしいかもしれないですけどね、はいえー、高校の時は40人中40番という成績だったですからね、本当 <laughs> にあの、ね、頭はちょっと頭のね、うん、回転は、ね、ちょっとよろしくないんですけど見た目は多分非常にね、あのー、かなり、えー、勇者クラスでございますから、ね、まあ平均値以上でしょうね、モデルさんやってるぐらいですからね、はいそうえー、毎回ね来るわけですよ。 えー、ハイボールとはい、はい、ありがとうございます、はい、えー、僕はだい大体メインでねあの前の方に立っておるんで大体、はい、ま,いいまあその、えー、彼女はレジなんですよ大体最初にねレジなんでこうお釣りの渡しとかね手渡しなんかがあるんですけどうんありますねいらっしゃいませと、えー、下田さんが言います、えー、今日もじゃあ同じものではい、うん、じゃあお願いしますとあわかりましたありがとうございます、はいえー、作ってる間ね、はい、話しかけるわけですよ き今日もかわいいね、そね、つって、召し上げようね、みたいなね、ご飯でも行こうよ、つってね、本当に、えっと、嫁さんも一応知ってるんよね、僕は何も言わないでね、後ろ見てるんですけどね、好きだなと思いながらね、女子高生は言うわけですよ、下村さん、こんなんもらっちゃった、はい。私どうしたらいいのと、どうしたらいいのって、どうしたらいいと思うって、わかんない、私どうしたらいいかわからない、バカでございます。 いやいやいや、そんなもんもらったからって、別に今後があるわけじゃないですからね。っうことはいあの、諭すわけですよ、やっぱりはい、はい、女子高生ぐらいになると、えー、名刺というものをね、あのー、いただいた後に、どうしたらいいかわからない。ああ、まあまあね。なんせ高校生の世界、うん、名刺交換ないですからね。まあ、確かにそれは それはありますね「こんなんもらったけどどうしよう」って財布かね携帯のカバーの中に今ねカード入れが入ってるそういうカバーがあるのでそこに名刺を突っ込んで「どうしようかどうしようか悩んでます」「遊びにえだってねご飯とか誘われてたじゃん」つって「ご飯んかおいしいもん食えるんじゃないの?」っつったら「食べれるけど」って自分で感覚的に分かってるんです女の子だからああなるほどねやっぱり何があるか何があるかも分からないまあまあそれはね言うわけですよ 島田さんはまあお前の人生だからね、まあ、あの最終的には俺は知ったことじゃないけど <laughs> そういうんじゃないでしょ <laughs> <て> <laughs> 来ましたよそこでまたねそうもう本当に困ってんだろうね <laughs> あの言うことなくてそういうのじゃないでしょうってあの飽きられながら怒られるって俺がね えそんな感じでした。えー、一応ね、ちゃんとね、あご飯も行くにしても何にせよね、えー、いろんな、まあえー、OK の仕方いろんな答え方がありますから、一個ずつ教えておき,きましょうねっていって、一個ずつ教えましたと。おな,るほどなるほど、ちょっと教育をしたわけですね。まずね、あの手本を見せるってってね、はい、じゃご飯誘ってくれると、逆の立場でっっ、はい、島さん、じゃあご飯行きましょうよっ,つってあ、ありがとうございます、着替えりましたら、ぜひ、満面のな笑顔でね。おただ、ここで重要なのは、いはい、機会がありましたらを。 強く言う。そこ一番重要ですよね。機会がありましたら、ぜひ。これで交わす。これ交わし。これ交わし方ね。ええ、逆にちょっと肯定の形。あ、ありがとうございます。島田さん、ご馳走してくれて、みんなで一緒に行きましょう。そこの場で巻き込む。ああ、なるほどね。はい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 。この二パターンをね、はい、教えました。ただ最終的にはやっぱりね、君の人生だから、どっちでもいいけど。っってて言ね。さが放り投げるって。 しょうがないよね、しょうがないですよそれね。ある程度、顔面が可愛いとね、やっぱりそういう食い物じゃないけどさ、コンパニオンみたいに誘われることは多分多々多いと思うんですよ、美人の方々とか。まあまあまあ、確かにね、イケメンの猫もそうですからね、そうですね男友達と会って、もしくはね、先輩方と会ったときに、顔がいいって、お前、イケメンだなって、やっぱり愛がられます、飯行くけど、お前もついてくるからみたいなね。 じゃお前どうなの酒の席についてね。お前は何だっつってその顔面で女の子を何人泣かしてるんだと。はいえー、そういう話になるなら、いやそんなことないですよって言って会話が進行していくと。はいはい、これも一つのパターン。えー、女の子の場合はかわいいねっつってね。あ彼氏いいるのーっつって。あ、そうなんだねって。おじさん、<laughs> いつもファンん席からね。みたいなね。<laughs> うん、俺やってないんですよ、こんなね。めっちゃ流か流暢に喋ってますけどね。<laughs> <laughs> 俺は別にやってないですからね、に、ね。<laughs> それは、まあはい、よくあるパターンのやつですね、それね。 今すごいねあの喋りながらこうずっと動画を見られてるんですけどね。はい、え今三十九点三十八で接戦でございます。本当接戦ですよ、ね、これね。第三コーダル六、はい、分と二十一秒でございます。はい。本当好きよね。あの本当にキングスのこの前節も前前節もそうだったんですよ。前前節はまあ優勝ね B リーグの前 BJ リーグだったんですけど優勝するときにねえ毎回毎回このね第四コーダルギリギリのところでね、うん、逆転劇。音楽が止まります。通常だとねゴーゴーキングス。 キングス、はい、えー、音楽にのせながら言うんですけど、うまいもんです。ギリギリになって大逆転劇が始まるとなるとえー、pa の人ですね。いわゆるこのミキサーをいじってる人ですって、音楽を止めてね。はいはい、音楽の大合唱だ。あ、その観客の大合唱だけで。この試合を進めていくってね。はい、で、一体感が生まれるわけですよ。みんなね配られるあのポスターがあります。ポスター開くとね。うん、ちょうど応援のメッセージがコートに向けれるような作りになってまして。 はいはい、二つ折りなんですよ、はいえー、負けられない試合がここにあるみたいなね、あなるほどね新王者はあのこの手の内にみたいなことを、ね、勝、はい、って書いてあるわけですよ、それをみんなこう見せながらね、ゴーゴーキングスでやるわけですよね。はい 一体感が素晴らしい。うん、毎回これをね、あの多分この試合のギリギリさをもうわざとギリギリにしてるんじゃないか、ね、<laughs> この一体感を盛り上げるってぐらい、もう素直にパンって勝ってくれみたいなのがね、あるんですけど、もうなんかエンターテインメントですね、そこまでいくとね、<や>バスケ自体も。いや,まあね、いや、まあ、多分ね、<laughs> やってる本人は本当にもう接戦だからこ、いこヒヤヒヤですよね、はい、これ。えー、41や41でございます。うん、えー、そうね、今、これはもうあれなのかな、あの第3クオーターぐらいになってくるとねあの、もう体力も結構なくなってくるんでね、あの、で、ファールというのが。 ままりますそうですね、増えてきますからね、この時間帯になるとそうそう,そう、あのー、バスケットのルール自体は俺もね、もともと大して知らなくて、このキングスに、はいえー、出店してからちょっとずつ覚えたんで、まあ、どこまでね、えー、合ってるかちょっとあれなんですけど、はいえー。第4クォーター ってていうものがありまして、まあ、その4回に分けて試合を進めますその間,間にちょっとした、ね、こうミーティングというか休憩みたいなのがありまして真ん中は、えー、ハーフタイムという形でかなり、ねうん、大きい休憩になります。えーまあ、その間でこう、ね、点数の,この取り合いをして、まあえー、勝敗を決めるというのがバスケットなんですけど、はいあのー、昔とルールが違って最近のものはいろいろ時間がかかってます。えー 1> 1回ゴールを決められてから相手チームに攻めるまでに時間が限られてますこの時間内に相手のコートに攻め入れなければ、うんえー、ファールとして扱ってボールが相手ボールに渡ってしまうとか常に何でしたっけね 何十秒ルー昔は3十秒とかで、ね、それぐらいだったんですけどはい、はい、今少なくなって24秒とかで、ねえー、それよりも先に進まなきゃいけない,いアフコートに自分の自、ね、信より前に進まなきゃいけない、えー、こんな時間制限がどんどん短くなっておりますから、はいえー、すごく走らなきゃいけない、うん、ですごくこう攻めなきゃいけないっていう感じでね、えー、すごいこう見応えのあるこのスピードのある試合なんですけどあのー、まあね あのこ何を隠そう私はずっとカレーを売ってますんで,ですね試合を見ることがですね <laughs> 今季あの一度もございませんのでね、はい、あのそうですよね出店してる人たちは、ねはい、あんまり試合どころの話じゃないですからね。そうなんです、えー、なのでねあのあの今、すごい多分いいところなんですよ。えー、今、分こう同点ぐらいので第3クォーターちょっと大げさにね、あのー、大げさというか、まあ、大きいファウルがありまして今選手が一人ね自陣、えー、の相手コートかな、えー、の下で、はいえー、うずくまっておりますが、えー、すごい。 このテレビのカメラワークがこうすごい緊張感のある感じになってまして、はい、えこのままですとあの私もう何も喋らずにすーんって <laughs> <laughs> うん今日の YouTube すーんってしてるかも何のこっちゃってなるかもしれないけどね何も音が流れないっていうねそうそうそう,そうまあまあまあでキングス、えー、出店してるんですけどまあいろんなお客さんがねさっきやっちゃうとこの、ね、あの軽くナンパを、ね、かけてくるお金持ちの方っていう、はいえー マイグラスをは手放さない方、やっぱりおらいらっしゃいます、通常、マイ,マイグラスってことはあれな、はい、普通のガラスじゃないですよね、まさかですよね、そうそう、あのキングス、もともと、前々説か前々説ぐらいにね、えーまあ、このオフィシャルのカップなんかを作ったっす、はい、あなるほどですねタンブラーというか、うんえー、このタンブラーですね、あの毎回洗って、えー、ちゃんとこれで飲もうと。 えー、やってくれる人がいらっしゃいました。素晴らしいキング祭です、ね、それね。そう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 。これでこうビールを飲むわけですよはい、はい、本当にね。でやっぱりこのマイグラスを、えーはい、手間されました。まあもうプラスチックカップなんか持ってのほかだと。<laughs> 神カップなんて。そうなんです。えーはい、マイグラスでこれ盛り上がら。ただ、えー、変わった方もいらっしゃいました、はいえー。前説全前前節、うんえー、しっかりでしたキングスのタンブラーでした。はい、はい、作ったやつ。うんえー キンングスのタブラーはプラスチックなんですねプラスチックのタンブラーでちょっと分厚いんですけど、うん、別にプラスチックなんで何かしらのビールがね泡が綺麗に立つとか、はい、その方ことはないわけですはいはい、うん、ついに現れましたビール専用タンブラーステンレスの超高級感のある、はいはい、しかもちょっとお長いやつ、えー、内容量もたくさん入ります <laughs> <laughs> はい、それ手に持った時に全然冷たくないけど中は冷たい真空グラスのタンブラーああ来ましたねこれね、はい、はい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 、えー、タンブラーでお値段1個2800円ぐらいだった、ねうんです、はいはい、えー、マイタンブラーを持つ猛者も現れました <laughs> はい、えー、我々も一生懸命考えました、はい、通常ですとプラのドリンク、はい、500円一杯500円で販売してますビールをね、はいえー、タンブラー、えー、大体1.25倍入ります、うん、このまま同じ値段で販売してると ちょっね、他のお客さんに申し訳あたらないとかみんなタンブラー買ってきちゃうみたいなねもうしっちゃかめっちゃかだと値段をちょっとこすり上げてますはいまあそれを素直に伝えてますけどねはいあえっと100円多くなっちゃいまですけどってってね600円でやってますまあでもそれはねやっぱりそれはもう商売してる以上お互いのね仕方がないまあそう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  えー、来シーズンはもうちょっと大きいタンブラーが現れます。<laughs> はい、ちょっとずつね <laughs>、えー。こんなお客さんもね。大きいのがね。そうそうはい、はい、こんなお客さんもいらっしゃいます。はいえー、若いねあのお客さんも結構いるんですけど、あのー、やっぱりキングスの試合お子様連れ多いです。ほうほうほう。 通常だと、このね、1階は先ほどはちょっと年間シートって言いました。まあ、えー、お金もね、時間もある、本当にあのね、うらやましい大人の方々がやっぱりこう見てらっしゃるとかね、うん、まあ、多いんですけど、えー、2階席、自由席、えーまあ、非常にお安く、まあ、本当に映画のチケットぐらいでね、えー、見れるお席になってます。友達、友人と行こうぜ。うん、しかも、キングスの試合であれば、中学生とかで入ってもね、別にその、なんでしょう、この夜遊びじゃないかああ、そうですね。はいはいはい。うん えー、特にバスケットなんか、ね、あのやってるんだったらまあ本当にもう技術的なところも見れるともうね、えー、早い時間からやってますからねこのね昼間、ね、の試合も,なんかもありますからね行こうかって子供も多いんですはい、えー、中学生ぐらいじゃなくて大人につらられたね本当にもう5歳児6歳児可愛い,、はい、い,い子が多いんですよ本当にねあのジュースを買いに来ます、えー、何がいいのつってえー、オレンジジュースってお母さんに言うんです、うん、じゃあ言ってごらんお兄さんに」つって、えー「オレンジジュースって言う前に後ろに隠れる子供とかね、はい、多いんですけど」 もう僕らも第、えー、3年経ちましてはい、えー、あそこのカレー屋にはこのお兄ちゃんこのお姉ちゃんがいるともう素直にもうね、えー、浸透しておるわけで、はい、いつもの少年っていうのが来るわけですよお<う>、えー、おそらくお父さんかおお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 お ま、もしくは、沖縄あるあるのスーパーうちなんちゅうハーフ顔。ああ、なるほど。ね、はい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 。僕らは試合が見れません。あの、うん、変な話ね、外におりますから、うんえー。うちのオーナーはスポンサーでもございます。はい、えー。働きながらでも試合が見たい。えー、そういうことでですね、あの、<laughs> 家から36型テレビを持ってきて、スポナビというものを Wi-Fi で繋いでね <laughs>、えー、自分で見れるような状態にして、えー、店舗に行って手伝,手伝いながら試合も見て、つって、そんなことやってるんですけど。 テレビですからね、の多分お子様は家で怒られるんでしょうね、そんな近くで見たらいけませんと、こっそり抜け出してくるわけです、その距離5センチぐらいで見えるわけですよ、お前その距離だったらなんも見えねえだろっていう、いすわる子はい。常連さんでございます。スポナビライブ、今ね、ラジオ中もこうやって見てるんですけれど、w i フ f i で、ネット回線でやってますから、そうですねいつでもどこでも見れるっていうね、そのれも中継で。え 小コの w i、Fi、w i f i というのが沖縄市体育館に入っているんですけど、はい、あの人数、えー、3000人ぐらい入るとね回線もやっぱりパンクするわけですよ。はいはいはい、うんえー。よく止まります。よく止まります。<laughs> まあそりゃ、えー、そうでしょうね <laughs>、えー、実際の試合は第3クオーター <laughs>、えー、テレビの画面は第2クオーターよくあります。<laughs> <laughs> えー、動いてませんというのがねよくあるんですけど、えー、毎回わ、OK、けです止まっちゃったよとか言いながらね、うんえー、さっきの、えー、ナンパされてたねうちのあの女の子。 最初は子供あまあ本当に子供好きです。はい、もう本当すぐ子供欲しいっていうね、はい、口癖で、もう自分で作れと <laughs>、えー、毎回もう言うんですけど、<laughs> 種はそこら辺にいっぱいあるぞとね。あのー、言うんですけど、はいえー、子供欲しいって言ってたね、えー、で可愛い可愛い,いって言ってた男の子も三年も、えー、テレビのゼロキロの子を見てると、えー、もうテレビ自分も直してよとかもね、えーうん、もうとんでもないことを言い出します。<laughs> うん、あのー、子供の可愛いは、えー、条件付きでしたね。見てわかりました。はい 初めて会う一、えー、歳児二歳児は可愛い。はいはいはい、えー。それが成長して四歳児五歳児になるとそうでもなくなるらしい。<laughs> <laughs> うん、面白いなと思って、ね。それはあるあるでしょうね。ねあるあるでしょうね。はい。うん。 ちっちゃな常連さんもおるわけですよちちっゃな常連さんはねたまにグミとかくれるんでねすごい生温かいグミをねまた冷やしながら僕ら食べたり食べなかったりさせていただくんですけどずっと手に握ってるようなね子供たちがこうこれはいつのだろうねみたいなのがあるからねちょっとねちょっといただかねかあげて交換して終わりなんですけど結構いろんな常連さんがおるわけですよそんなキングスしてまあ本当ね次最後なんでね そんなお客さんに会えるのも最後、なかなか寂しいものがね、また半年ぐらい何もできないんで、そうですね、この、でも、3000人ぐらい会えたら結構、あれですよね、日本では盛り上がってる方うだいぶね、沖縄だと本当に盛り上がってるもんね、すごい楽しいんですけれどそんなね、キングスなんですけれど第3クォーターもそろそろ終盤戦ということだったので、われわれも試合が見たいということでですね、音楽の時間に。 ええー、もう前回前々回とね、あのー、あれなんですよ。あのー、キングスでも出てますから。はい,はい。はい。うん、えー、もうその流れでね、いきたいと思います。うんえー、キングスも前回前前回、はい、ええー、前前前夜です。<laughs> そうなんです。<laughs> あの、こんな流れで、前前夜をね、あの、はい、流そうと思ったんですけど。はい あの、気づきました。はい。あの、全然前夜の、エンディングだった。今流したの。全然オープニングじゃなかった。びっくりしましたね、今ね。面白いよね。よくあります、本当に。大体、大体放送事故、まあ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 。キングスなんかを見てるときは大体放送事故でございます。気を取り直してね。気を取り直して。気を取り直していきましょうね。えちゃんとやりましょう。ちゃんとやりましょう。ちゃんとやりましょう。えラットでございますね。ラットエブさんで、全然嫌でございますね。 よよくくるっていうね本当 <laughs> <laughs> によく事故る <laughs> えちょっと今無音を楽しんでいただきましたね皆さんにはねあのーはい、あれなんでしょうねあのー、ちょっと新しいことをしようとするとやっぱりこうね、あのー、ダメなんでしょう、ね、まあ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 ねそうそう,そうついに3回目はい3度目の正直次は3度目の正直ですね。きたいぞっていうこできましょうか全然全員 ん8コ0」「いやーもうなんかあれだね試合ばっかり見てるとだめだねいろいろね手元が狂いますよ。 そうですね。今ちょっと第四コートが始まりまして三十秒、ええ五十対四十八でキングスが四十八点目ですね。ワンゴールですねこれね。三が欲しいというところの変数でなってございます。あのー、やっぱりこの沖縄のバスケに関しては結構やっぱり人気が高いっていうのが本当に思うね。うん、なんせあのー、まあ中継でやっぱりこのね外外側が 見れるんですよ観客席の方なんかも見れるんですけどこの観客席の方が結構まだね2階は結構満杯なんだけど1階は結構スカスカというかまだ空いてたりする映像が今流れてるんでまあでもあれですよねなんかみんな分散するじゃないですかこのプロスポーツに関して観戦するのねそうね野球サッカーうんでここでかぶってるのかもしれないしねバスケも入ってきたんでやっぱりちょっとね前から昔からある野球とかはね まあそうね、人気はありますけど、3番人とか5万人とかも、ねまあ、バスケはまだ、ね、あの統一リーグになってまだ1年目ですから、ね、まあ、見ものっていうところなんですけど、うんあのー、いろんな選手がやっぱりこう、キングスでね、沖縄でも働いてますした、うん、ただあの、プロスポーツ選手っていうのもまた、まあ、結構、因果な商売で、はいえー、やっぱりこの現役の時はすごくやっぱりね、お金もある程度、高給取り、うんえー、なると思うんです。 ま、ただまあ、ね、当然、まだ1年目のシーズンですからそこまで、ねあのー、野球選手みたいに何億みたいなのはないから目指せ、本当に1000万プレーヤーみたいなね、うん、っていうところあるんですけど、えー、それもね、あのー、やっぱりこう選手として30、40になってくると若いのね、えー、レギュラーを渡してっていうチームの事情もあるんで、はい、まあそのままじゃあね、えー、選手も引退しようかみたいな昨年まで、あのー、<laughs> キングスでね え頑張って、本当にこう人気も高かった、えー、小菅選手という方がいらっしゃいまして、はい、あの本当にもうね、あのすごい気さくでいい人なんですよ、あのー、いわゆるこの、んでしょう、えー、昔のスマップの草薙剛が主演したいい人っていうドラマがあるんですけど、はいはい、えあのオーラですね、あなるほどいい人 <laughs> えっていうのが本当に小菅選手っていう方いらっしゃるんですけど、出身が新潟なんですけど、那覇で。 今、あのー、小料理屋さんをですね、えー、オープンしてましてオープンして今も半年ぐらいかな、えー、なるんですよ珍しいですね、そそそうそうそう、あのーでえー、一回この間ちょっとお邪魔したんですけれど、あのー、すごく美味しかったんで、ねあので、ー、ご紹介をしようかなと、えー、場所はですね、あのーまあ、松山ですか、いわゆる松山ですね。 あの那,覇えー、那覇商業高校があるんですけど、まあ、ちょっとの裏手らですね、はいえー、築地三代目青空っていうおっ、結構有名なお店、ね、ですよね、そうそう、そこのね、あのー、並びなんかにあるんですけれど。えー 店舗名がねこれ俺いまだにちょっとまだねしっかり伺ってないんですけど珠玉みたいな感じのね、えー、店舗名だったすはい、はい、色がついたね、えー、色に玉かなそんな感じの店舗名です、えー、カウンター席が、えー、メインのほんと小料理屋さんなんですけど、えー、カウンター席78席とテーブルが23、はいえーまあ、席かなありまして日本酒がメインです新潟の、えー、お料理と、えー、日本酒がいろんなものが揃ってます 新潟は米どころなんで日本酒は美味しいですよね、そね。で、結構、なんでしょう、僕も日本酒好きでもともとね、あのこっちだとあの日本酒酒の会っていうのが今6年目かな。年に、ね、1、えー、2> 2回やってますよね、うんあの。結構いろんなところで酒の会っていう名前のイベントあるんですけど、うん、本当に大きいイベントで、はいはい、え全国からええー、酒蔵が40ぐらいる。らい,、はい、泊まりんのね、 一つ会場を借りてやってるところがあるんですけど、那覇の参加店舗ですと、結構いろんな店舗がありまして、そうですね、これ、なんか、これ言っていいのか分かんないからやめましょうか、4店舗ぐらい結構ね、あるんですけど、そこに引けを取らないお酒ですね、日本酒の三大日本酒っていうのがね、一般的なものがありまして、腰のはい。八海山、保田。 クーターうんうんすごくこのね手に入りやすいところなんだけれども本当にこうメジャーでえー、いいっていうこのねそうですね息の長い日本酒ですよねまあどこに行ってもあるような、はい、これもしっかりと沖縄だとなかなか日本酒をたくさん飲むねあの機会もそこそもの文化的にはそうですね日本酒を飲む人って沖縄じゃあんまりいないですよね皆さん青森 が多いでそうそうなんですけど日本酒をねちゃんとしっかり飲めるところでしてええコシノカンバイクボタクボタなんかもねあるわけですよ万寿もあればベージもあり百獣千獣いろいろあるんですけど種類も豊富その他にもねやっぱり至極の一品物の日本酒がたくさんありましてえ大きいワイングラスねこれはワイングラスでとかこれはマスだけでとかお酒の形によって器も変えるぐらいしっかりしたね料理人のそこの大将もね あの非常にあの美味しい,はい,はいえだし巻きなんかでねやっぱりこうだしなしなんかを食べるんですけど <うん S 1> え非常に香りの高いねあのお出汁だったもので <うん S 1> あこれもしっかりひいてるなとえ新潟ですからへぎそばがございますね <あー S 1> そば日本そばですね小菅選手実家がお米,どお米屋さんでえ実家のお米でちゃんとねあのしっかりしたところのお米を。うん はいえー、使ってらっしゃると、もう非常においしいんでね、あのぜひあのキングスのね、お好きな方も知ってるとは思うんですけれど、うんはい、あのぜひそっちの方も、ね、はも、い、チェックしていただければと思います。いやー、さあ、今は何対何だか、ちょっと今、はい、今、すごい気になるところすごい気になるところです。よねねままだ喋りましょう、ね <laughs> <laughs> 今日は何なの ?2 ゴール差ぐらいでしたからね、はい、途中で、ねえー。今日のラジオはですね、あの途中であのテレビ観戦をさせていただくっていう形でね、はいえー、テレビを見ながら喋ってるだけっていう感じで、そうですね、今日なんか家にいる感じでずっと喋ってますからね、ありがとうございます。はい、えー、キン k i さんもですね、いろんなお客さんがいらっしゃいまして。はい え先ほど申し上げました、えー、タンブラーがねちょっとずつ大きしたはたまた、えー、ちっちゃい、あのー、もう、ね、あの可愛い子だったんですけど大人になってきて生意気になってきてかわい、はい、可愛い子あまりなくなってしまったかもしれない、うん、おこ男の子、うんえー、女子高生が好きなおっさんいろんなお客さんがいます、はいえー、うちのボスというか、はいえー、オーナーに関しては。 あのーまあ、テレビのね番組なんかもやってるもんですから、うん、まあプロデューサーですよね、えー、その関係で非常にあのモデルさん、芸人さんすごい顔が広いです、こっそりみんな来るんですよ、お世話になってますって、うん、あの世界はね、なかなか大変でございますから皆さん、あのそういうので来るんですけど、非常に、ね、やっぱこのモデルさんとか芸人さんとかプライベートで来るんですけどね、非常に綺麗な方が多いわけです、ね。はい、はい、あのー キングスそういう方々にかわいい方々が来ていただいて、うんえー、来るお客さんも、えーねあのーまあ、そういう方々を見にまた人、ねうん、つ作るかもしれないですからキングスダンサーもかわいいです、えー、そういういモデルさんとか芸人さんとかも来るのはかわいいですと、えー、うちのスタ,ッ、えー、スタッフもモデルさんでかわいいです、はいえー、幸せです。<laughs> <laughs> んのこっちゃ、ん <laughs> のこっちゃ、今、<laughs> 夫婦いやあの、聞き流してましたけど、そうそう、あのー、<laughs> はい、われわれの今、目の前にですね、でかいモニターのほうに今度はね、があのダメスイッチが切り替わって、今、ちょっと大きいモニターで見てみま第4クォーターで56対52、えー、52、えー、ちょうど時間半分ですね、ちょっと離されましたかね、まだまあでそうそうまあ4点だったらね、ちょうどこの、うん、3点差までだったら、スリーポイントでね。 そう,そうそうそう。点なんですけど4点差になってくると、あとはこの、また面白いで、あの、ファールっていうのがありまして、はい。ええー、これ、あの、チームファールっていうのが全部たまると、全部そこ、その時点であのフリースローっていう形なんですはいはいはい。えー、もうシュート中にまたやるとね、フリースローが3本とかなんで、最後のはファールの取り合いのゲームになったりするんですよね。はいはいはいこの時間をどうやって有効に使うかっていうところとね、非常にいもにとこ,これちょっとですよ、残り、今、第4クオーター残り5分、5分20 2九秒。うん。厳しいですよね。うん 残り5点差ですまあまあまあ全然まあ5分もあれば全然わかんないですけど、あのー、これ<の>また最後の最後にだこれが多分あれなんだよね、はい、その今やっぱさすねラジオ中だからこの音声なんかはねちょっと流せないですけど、ね、そうそう見て、ね、ますけれど。はい えー、地元キングスだとやっぱりあるわけです、うん、ゴーゴーキングスゴ、はい、ゴーゴーキングスってうもう、ねはいえー、おなじみの音楽なんですけど、うん、多分ほ、えー、これはアウェー戦なんでキングスからしたらですね多分地元の、えー、また応援で向こうのホームですから向こうの応援があるわけですよ、うん、気になるよね気になりますよねこれねでなんだろうなもうこれも本当に言っちゃいけないけどこの向こうのダンサーズはなんかね すごいなんかこの布の面積がね、なんかこう、すってなってたね、これいいと思う、名古屋いいと思う、学校もでもね、そんなとこを見るんじゃない、試合を見ろってね、当然分かるんですよ、それわ分かるんですけど、やっぱりね、まあでもやっぱりね、試合のほかにも楽しみがないとね、そう可愛いと試合は試合ですからね、そうそうそう、それも含めて試合ですからね、そうそう、うもちろんございます、さあ、途中で多分ね、今、そのままタイムを取ったんでしょうね。 タイムも2つあるからね、長いの短いのがなんかあるんですよね、えー、一緒に働いてるのがもっとね、バスケの国体選手なんで聞いてみましたって、はいえー、このタイムの種類、これ2つあるけど何が違うのと、えー、言われました、もう分かんないっすって、ルールがめっちゃ変わってるそうです。<laughs> でしょうね、これ、結構バスケ自体はな日本独特のあれでやってるんですか、い<や>これ、っっ世界統一なんですかね。うん、あのー NBA とかに近づけようとしてる日本のので、うん、ああなるほどですねそうでもシも小スポーツの方に近づけようとしてるからそんなにそんなに何か違うってないと思うんだけどただあれはあるかもしれないねあのファールの取る取らないは多分結構違うかもしれない,はい、はい、この間の試合なんかすごいあの実はキングス30点差ぐらいで勝ったんですよはい、はい、もう,もうめっちゃ勝った試合なんだけど、はいえー、向こうのコーチが退場にさせられてしまっておーあのコーチがね あのー、多分すごい、あのー、ファウルに対して文句を言ったんでしょうけ、ねはい、えー、でもこれに対してキングスのファンも、あのーうん、いやーちょっと今回のは審判ファウル取りすぎだろみたいな向こうにと、うんえー、言ってたもんですからねお田代が14点岸本が10点、えー、キングスは、えー、岸本選手はね、えー、岸本龍一さんがキャプテンでございましてこの岸本さんの、えー、同級生か が今その、ねあのえー、一緒に、あのー、バスケットや,やつで,、うん、でうちの、まあ、スタッフなんですけれど、えー、元国体選手ってねおも面白いね、これもダメだめだこ,これ見てると黙っちゃうからねなんかこれはでも気になるなんて言うんですかねさあ、じゃあもう実況ごっこしようかねもうダメだめだ、集中が、ね、これはちょっと今スリーポイントがって、えー、ゴールデンキングス55点ですねまあ相手のさは 1ワンゴール差、57対55、残り4分半でございます。えー、そうねかなりあの遠くから、もうこうなってくると最後の方で、ね、本当にあのこまめに点数を取りに行くか、ファウルを取りながら、えー、行くかっていう、えー、そういう判断をする時間帯になってくるんですよね,ですね、まあ。こっからだと、スリーが、まあ、外,を外を狙って中、中で、ね、海外の選手にちょっと踏ん張っていただく。うんまあ っていう形になるおっと,るとはチームファウルがいくら止まってんだろうねあなるほどなるほどチャージですねオフェンスチャージゴールしたフリースローが2本かなシュート中だから3本かこれはねー見ちゃうよねーこれは見ますよねーこれ皆さんも生とかで1回来たらいいのにあ生ですバスケバスケ あの僕には僕にあのその時間がないわけです言っときますけど、も社畜ですからね。いやいや、ほんと。3が、マックレリー、<はい S 2> うん、届かない。さあ、これでもまあ、この点、この時間帯で多分スリ3を狙うとは、多分ちょっと危険すぎるんですよね。スクリーンから回って、3は入らないリバウンド、その前にファウルですね。いや、なかなかね、あのー、うん 下が今ファウル,ルが4つもうギリギリですね、本当にもうでもな、バスケもこうやって見てるとなかなか面白いですね、これね。いや、面白いよ。ねあのーうん、やっぱり、こなんだろう、こんなこと言ったらあるけど、まあ、バスケ選手も人ですからね、はいはい、性格が出るわけですよ、みんな。うん、<laughs> あの、性格が出るから、この人はずっと冷静にやってるとか、イライラしてるなとか見れるとすごい面白い。うん、さあ、フリースローが、えー、日本。あ 勝美さんだ <laughs> もう完全に完全に今日ダメだめだもう目いってしますね勝美さん入ってきたらいいよでもね昔はほら最近はずっとこのサッカーサッカーが皆さんね盛り上がっててサッカー野球こうやってバスケの中継を見るってうのはちょっと初ですかねこれねそう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 だそう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 そ さあ三点差3が欲しいところそうですよねまずここでちょっと中からこういやはいちなみにですね今あの僕らの喋ってる横にそのまトンキューさんの料理に来ましたヘルメットかぶってもまたのレースってますか今ねはいええカトビさ喋ればいいのに今ねあの ちょっとキングスを見ながら。の,のアウェー戦見ながら、はい、あの、やってるんだけど、いつもと違って、あの、しゃ、考えながら喋ってないから、もう今日はもう多分ね、事故としてあ処理しましょうね。<laughs> <laughs> 今日も完全に事故として処理しようかなと思って。はい。はい、でようやくこれで1点差、残り3分、3分 ?3 分半<う>あ。これいい展開ですね、これね。これ楽しい。ワンゴール、ワンゴールで逆転。そのまま踏ん張れるか。そう。どうかっていう。いやー、これハーフタイム見たかったなー。 あのハーフタイムはね、ショーがあるのよ、毎回。はいはい、ハーフタイムショーって、うん、あキングスのお客さん、結構いるな、行ってるね、あいや、そのホーム戦、アウェー戦ってあるからさ、はいはい、やっぱりその地元は地元でその応援するから、わざわざ向こうに応援行くっていうのは、はい、結構難しかったっしだよ、うん、だから向こうにも住んでるもううちな、まあ、沖縄の方々が,、ね、が、まあ多分その。 つな、まあ、がりがあってキングス応援とかっていうときにちょっと来られるんだけど、はいうん、どうしても3000人規模になってくるとやっぱり多くても450人っていうのがなかなか応援のね人間のスタンスですま,あまあまあまあそうですねでもやっぱり450人も集まらないともうまるで誰も助けがいない中で戦わなきゃいけない、うんはい、常にブーイング、えー、もう常にプレッシャーっていう中でやらなきゃいけない中、はいえー、しっかりとね、あのー、応援がいるっていうのはこれはすごい励みになりますよ。まあね まあ日本国内ですからね。 結構その、海外とかに行くともうちょっとこれがひどくなるんですけどね。割合的に。小スポーツですからね。そうそうそう。さあ、手に汗をる握る展開。え、第4クオーターもあって、残り3分。50、本当ね。かつみさんがあの何も喋らずにその分かりましたんで、お疲れ様です。<はい S 1> 後ほどです。というところでね。え、名古屋60点差。え、名古屋六十点、え、ゴールデンキングスは57点と、スリー1本というところでございます。え、なかなか。残り2分56秒になってくると、あとは、え、もう本当ね、え、しっかりと、 え同点にしてえそこからまずはあの1本そしてあとはファールを取られないようにという形がいいんですけど朝取られて速攻え速攻決まりましたチームえー点数が開きまして62対57ですかねこれで5本5点差ですかまあそこっから2分のうちにまだでもねバスケはねこうスピード感がありますからねまあ2分ぐらいはどうってことはないんでしょうけど いいやいやまあね、うん、最後のほうになってくる、おお、いいね、いいね、いいね、もうねそ、うそう相,相手のフリースローはね、やっぱりこう確実に入れられると困るんで、さあ、願う観光、すごいね、お母さんも娘も同じ格好で祈ってるね <laughs>、<laughs> やっぱりあの親子なんでしょうね、親子だねそこら辺はを似ちゃうんでしょうね、やっぱりね、そうそうそう、そう,そうあでも拍手もね、拍手もやっぱり、そこで2ゴール差。 残り時間2分40秒客の方々も女性が多いですね名古屋は羨ましいいや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 それは地元は見た目ね見た目ね見た目ですテレビ的な見た目はねさあいいね素晴らしいさ1本守っていきたいところ61試合601点差ですねさあ残り30秒さあいつも通りキングスのプロレスゲーが出ますよギリギリになっての大逆転さあすごい感じに さあほえー、ゲーム差1.0ですから、負けられない試合でございますこ方、ここをリバウンド取ったらちょ、おーっと、スリー、ーまあ最後の、このスリーは,ここは、ね、しょうがない、このやっぱり最後の最後でスリー決めるってのは、やっぱり素晴らしいですよね、ここら辺、ね、そうだこね、やっぱこ最後の方になってくると3、スリーも疲れてきてるから逆に、精度はね、やっぱりこれだけ、精度が落ちてくるんで、確実な2点よりも入らない3点を打たせるっていう方の戦略もありますから、当然ね。はい、ただ、それが入ってしまいますと。 え当然あるのでね、もこちらまた速攻で三、えー、年を返さなきゃいけないっていうところになってきます。さあ残り一分四十九分で四点差ですね。はい。えちょっと厳しくなってきます。うん、そうですね。まあここでね。 時間を使われてね、あのー、一本きれいに決められるとちょっときつい。きついですよね、えー。向こうはね、余裕を持ってね、この時間を潰しながらの、えー、きれいに一本を決めれば、それでもう、えー、安定。そうでしょうね。はい、さあ、ここでスリーが入るか入らない。助かりました。さあ、まだ分からないでここ速攻でいけるかどうかっていう。スリーが走りさあ、確実に一本が欲しいところ。おっと、これはファールが、ファールです。さあ、ここはしっかりと、 えー、フリースローが多分二2本かな、多分、えー、シュートまで行ってないから、懐かしいですね、<あ>なんかこういうバスケのテレビを見るのは、あのスラムダンクを思い出しますよね <laughs>、はい、そう、必ずヒーローが現れますからね、さあ、やっぱり沖縄らしく、はいえー、スタッフは全員、かりうしでね、統一してございます、<laughs> さあ、向こう、暑いのか寒いのか、よく分からない気温ですけど、あ途中からシュートではなかったので、さあ、おレイアップ決まりました、2点差、1分15秒残り。 さあ、ここで、おっと、プッシュチャージか肘かなるね。さあ、時間をね、向こうのね、名古屋サイドはもう、ゆっくりと攻めながら、えできるはスリー、ここで慌てる必要もないので、そう、まあ、のとか、外でゆっくりボールを回しながら中中、確実に、一本欲しい。でここで逆にスリーを決められると、おーっと、決められてしまった残り50、もう60秒切っての、え5点差。これはちょっと厳しい展開ですよ、これね。スリーポイントを2つ入れて、 さあ、出てきました、<転>そして名古屋のダンサーズ、ここで1回ね、あのミーティングでございますただ、でもさっき見てたんですけど、あのゴールで1ゲーム差だったんですね、これね、ねさっきの。手に汗握る展開。うん、さあ、向こうは多分ね、今、ほらほら、これ出、出しておけば大合唱はね、そしてもう、こう、音楽に合わせて振る、ね、っていう、振り付けも多分ね、ずっとこう、なんせもなんせも出てきたものが多分ね、アウェイにあるんでしょうけど、さあ、この3は決められたくなかったな、この時間帯で。 なかなかね、ここが決まる決まらないで、多分今日のゲームのね、えー、勝ち負けっていうぐらいぎりぎりの時間ですから、キングスがえ残り60秒えぐらいの中で、攻める、ね、チャンスっていうのがね、はい、確実に多分あの3点、3が1本欲しいので、3を決められ決めるかどうか、そうですね、まそ、あ、こからいくか、まあ、確実に1本決めて、まあ、えー、そうでしょうねうどうしようもやっぱり攻める時間がね、うんあのー、どんなに速攻って言っても、向こうもまたね、うん 向こうボールで始まってしまうので、ここは時間がゆっくりと30秒使われますから、ね、そうなってくると、えー、どうしても得点の多いゲーム、うん、そして、えー、その流れを切るっていうためには、もうファールゲームっていう形の方法があります、もうわざとファールして、フリースロー2本打たれてで、決められたとしても、次スリープ決めたら、プラス1で浮くじゃないかと、そんな戦略的なね、多分ゲームもあるんですよね。さあ 確実に1本が欲しいところ。さあ、ボールインが。はい、さあ、リスタートはしたい、スクリーンから。さあ、ゆっくりと、このスリーが、決まらない。あーっと、これは痛い。あーっと、っとね、こっから、立て直すのは難しいですかね。残り、45秒今のが決めたら、まだわからなかったかここで時間をちょっと使われてしまうと、えー、確実にもうね、スリーしかなくなるので。でうね、こっから外をずっと回して、えー、そう、ゆっくり、時間ギリギリまでね。 時間に回すよに回されるという形でね。ああ、惜しい。ああ、もうここでゆっくりと。おっと、まだ。しかし、相手ボール、リバウンドが取れないのは痛いな。リバウンドがね、あのー、一回シュートを打つとまた時間が戻るんで、はい,はい。そしたらゆっくり攻めれるわけですよ。うん、さあ、残り23秒で6点差。え、5点差ですね。ちょっときついかなと。 これはちょっと厳しくなりましたなとと厳しいですかね。これちなみにあの沖縄市のホームセンターでこの点数のなった時にお客さんも出ていってますね、少しですね <laughs>、はい。もう今日はちょっとあれかなっていうとかで。<laughs> さあ、フリースローも決められて点数もさ,さらに離されると。これでも別にあの、うん、<laughs> 名古屋がプレイオフーに行けるわけではないんですよね。確かにね。順位的に言うとね,あねまあでもね、まあ、まあ地元のホームゲーム潰しでそ,うそ,うそ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 う。はい、さあ。 さあ残り20秒、えー、確実にスリーが欲しいが、まあ、ただ、なかなか厳しいさあ打ったのは入らない相手のリバウンド、えー、あとはね、えー、ただただ時間を潰すこのバスケ面白いのよねこのもう残りも勝てないという時間帯になるとそこであとはもうドリブルして終了なんですよ、みんなもう時間を残り15秒潰してうそういうゲームでね終了でございます、えー、バスケットはあまりに大差ができてしまうと。 もうそこからね <laughs> あのゲームが終了になってしまうので,うでもう終了でする、ね、のは結構難しいですからねさあただここでおそらくオフィシャルタイムアウトかなタイムアウトがまた1本あってさあどうしようかと、えー、残り10秒で何しようかというね最後まで戦う姿勢さあそして、えー、いいよいいよ何しようかでいいよ素晴らしい手前でいいよさすがやねさあ そんな困難で,、ね、がでございます、はい。我々もバスケを見て実況してたら残り5時間5分となってまいりました。すごいね。<laughs> 我々のゲームセットも <laughs> 近づいてまいりました、ね。<laughs> これ気づかなかったらずっと台湾としゃまいやもう,そもうしょうがないよね。もうそういうそういう日です、今日は。はい。じゃあね。まあね、今日はね、さすがに。このこれもずっとやっていきたいんですけどね、はい、このまま中継も。 まあ、そういう感じでね、はい、今日も楽しく、あの、我々が楽しく。我々が楽しくやってました、今日は。まあ、ラジオを聞いてる皆さんはね、ま、すいませんでした。はい。じゃあ、そのまままた来週。<laughs> <laughs> <laughs> さよなら、ありがとうございました。